今月20日上島町で建設中だった岩木橋が開通しました。完成までに行われた全国でも珍しい工事に島民たちが待ちわびた開通当日、4つの島を3つの橋でつなぐという夢島街道ビッグプロジェクト完結の舞台裏を取材しました。岩木橋の開通です。どうぞ。上島町の粋な島と岩木島を結ぶ岩木橋、5年がかりの工事が完了し、今月20日開通式が行われました。1996年には湯気島と佐島を結ぶ湯気大橋が、2011年には佐島と粋な島を結ぶ粋な橋が完成していて、この岩木橋の開通をもって全長 6.1 キロの夢島街道が全線開通となりました。開通15分前、橋の前には長い車の列が。ありがとうございます。その一番乗りを果たしたのは、もう本当夢みたいな話ですね。たまたま11時半ぐらいにもう渡れるかなって来たら、たまたま一番乗りやったんです。ものすごいラッキーでした。2017年から工事が進められてきた岩木橋。社長橋の桁のあの橋の部分にですね、あの桁をクレーン船で仮設する作業をこれから。おととし10月には鉄製の橋桁をつなぐために高さ90メートルほどの巨大クレーン船が登場。さらに橋桁を吊り上げるエレクションノーズと呼ばれる装置を使って少しずつ伸びてきた岩木橋。島の人たちが見守る中、最後のパーツを取り付け橋が一つになりました。去年12月、開通に向け工事は最終盤に差し掛かっていました。もうほぼ完成ですね。ここに今照明柱がこれから立つ予定になってるんですけども、ここにポールが立って車を通すための準備がこれから進んでいきます。ここはコンクリートの部分はですね、通常のアスファルト舗装なんですが、高桁の部分につきましては特殊な舗装を乗せると。舗装作業が行われる日に再び橋を訪れました。この上にグースアスファルトっていう特殊な舗装を。通常のアスファルトとは違うもの。見た目も違うし性能も全然違うんですけども、敷く機械も違うし、材料運んでくる、普通だったら10トンダンプで運んでくるんですけども、屈荷車って言って、もう表からは鉄のなんて言ったらいいかな、囲いでガスタンクのちっちゃいような、ガスタンクのちっちゃいような、言ったらいいかな、お風呂みたいなのが乗っとるんですけども、お風呂みたいなお風呂みたいな車ものがついてるっていう、ものはなんですけども、はい、アスファルトに染み込んだ雨で鉄製の橋桁が錆びるのを防ぐため、また鉄のたわみによってひび割れることがないよう、特殊車両を使ってグースアスファルトと呼ばれる舗装を行います。とその時、あれ、屈荷車来ました。あれが屈荷車、屈荷車です。あれですか。そうです、珍しい屈荷車です。うおもうすぐ、なんか煙出てますよ。丸い形であれがお風呂お風呂だったらおかしいけど、お風呂とかっていうか湯みたいなのが出てますね。湯が出てますね。中240度ありますんで、屈荷車を使って舗装工事が始まりました。そうですね、そうですね、はい、わ、流動性はあるんですけど、かなり粘り気があるんで、ちょっと前が見えないぐらいになってきた。うわ、すごい。あまりの高温のため辺り一面が真っ白に。結構もう力仕事みたいに見えますね、はい、結構、うん、流動があるとは言いながら結構硬いんで、慣れてないとやっぱりできないんですよね。
継ぎ目や端の方は人の力で素早く丁寧に。スピードと技術が求められます。数時間経過したものを見てみると、普通の見た目と違うでしょ。はい、あ、触っても大丈夫なんですか。大丈夫です。もう冷えてるんで。え、ちょっとほんのりあったかいですけど。あったかい。あ、すごく隙間も少ないですよね。このアスファルトはもう少ないですね。あ、変わってこちらは、あの湯気島のカレー屋さんがね、美味しいよね。大好きだよね。それも船乗って一回ハブに出て行ってたんですよ。同じ町内なのに。岩木島に住む沢村さん親子です。湯気島、粋な島になんか何時でも行けるっていうのがすごい、あの子供と一緒にワクワクしてるんですけど、うちの岩木島っていうのは結構あの男の子は野球が盛んなんですけど、湯気島にサッカースクールがあるらしくって、これまで習い事で湯気島に通うには時間の制約があったため、船の時間がないけんってだけでサッカーできん、子供がしたいことできんのってなんかちょっと悔しいよなと思って、それであのじゃあ私が漁船でみんな連れて行けばいいじゃんと思って、あの免許を取りに行きました。百貫出た時なんと送迎のために小型船舶の免許まで取得していました。開通を待ちわびる理由は他にも。あの長男の通院で今からあの広島大学病院まで車で、はい、走ります。良性の小児がんを患う新之助くんの診察のため、月に2回程度広島市内に通院しています。結構島からこうやって2時間ぐらい通院にかかっちゃうので、なんか広島市に引っ越そうかなっていうのも考えたんですけど、やっぱその本人がストレスなくその過ごしていけるのはやっぱり島だなと思って、まあ、自分たちには合った生活スタイルかなとは思ってるんですけど。通院の日は毎回朝4時半起き、帰りが遅い場合は最終の船に間に合わず広島市内に宿泊することもあったという沢村さん親子。橋の開通後も船を利用することに変わりはありませんが、利便性が一気に高くなるといいます。その船が結構朝5時から夜の11時まであったりするらしいので、時間短縮にもなるし、あの交通費の方もあの半額ぐらいになるみたいなので、それがすごい助かるなっていうの。再び開通の日です。一番考えなくてはいけないことは三島町の魅力を発信することです。自慢できるものがたくさんありますが、それを受け継ぎ発展させていくのは僕たちの役割です。そして開通1時間前まだ開通していない橋を歩いて渡るたくさんの人たちが、新しい橋を一足早く楽しんでもらおうと上島町が企画した見学ツアーです。島でもね、なかなか行く機会が、ね、そうそう、ないんで、この機会に春休みにあの石前山にあのお花見に行こうと思っていて、プールの友達が岩木です、ね、じゃあそういう友達とも遊びに行く機会が多くなる、うん、いいやこれぐるっと一周回れるので、上島4島を回れるので、うん、最高のサイクリングコースだと思います。そしてあの沢村さん親子の姿も。え、会います。あ、カミリーだ。他の島の人やと思いながら
今すれ違ったりして、これからこういうのが日常になるかなと思ってワクワクしてます。午後1時、いよいよ一般の車両の通行が開始に。これで4つの島が陸続きになり、24時間無料で自由に行き来することができるようになりました。無事に開通することができまして、ほっと一安心。新しい地域振興の一つの材料としてですね、この3つの橋が、上島町の皆さんにですね、可愛がっていただけるようになったらなということを私自身、考えております。半世紀がかりでついに完結した夢島街道架橋プロジェクト。島民の生活向上に、そして島の経済活性化に橋をどう生かしていくのか、新たな知恵と工夫が試されます。